はい、今ですね、需要率が60%のね、この訪問電話をですね、まあ、家族が少なくなったということでですね、半分にしようやないかと。60%を30%にね、落とそうということですね。それをですね、工事に頼まれたという時にですね、あなたならどういうですね、工事をしますかということです。問い急ですけどね、まあ、私ならばこういうふうなね、工事をしますよというのをやっています。まあ、いろいろあると思います。分電盤自体をね、そっくり変えたり、するというね、手もあると思います。まあ、それはちょっとね、値段が高くなりますんでね。はい。で、まずはですね、主幹ですね、引っ込み開閉期を決定せないといけませんのでね。はい。主幹ですね。のですね、定格ですね。電流ですね。X アンペアですね。需要率がですね、これが、30%ですんで、200ボルト X ですね。から100ボルトかけ20アンペアかけ10個。こうなります。はい。そうしますとですね、これ2分の 2X になりましたね。X はですね、30アンペア。したがってですね、引っ込みですね。引っ込みの開閉ですね。は、単3の200ボルトの、30ワンですな。こういうことになりますね。で、分電盤には60アンペアがついてますんでね、分電盤ですね。60アンの主幹ですね。設備されてね。でね、60アンと30アンフレームの大きさ違うんですわ。ちょっと大きいんですね。それで30アンはちょっと無理と思います。よってね、30アンは、取り付けが難しいと。ね。こういうですね。はい。で、私でしたらですね、こういう手を使います。まずですね、ブレーカーですね。これがね、3P の200ボルトの、30ワンですね。はい。それから、今の分電盤ですね。これは、AB のね、これ60ワンですね。今の分電盤を使うんですね。はい。で、こうですね。ここはだから、季節のですね、まあ、CV の、14助ですか。これの 3C ですね。ここは30ワンで押さえてますから、これは VVF のですね、26ですね。26の 3C で、こうですね。私でしたら、こういうことをします。まあ、分電盤をね、もうそっくり30ワンの主幹にね、ついたやつを取り替えてしまうという手もあるんですけどね。そうしますとかなり金額張ると思うんですね。これでしたらもうこれ1個だけの値段でしょ。
はい、まあこういうことがね、できるか、あるいはもう変えてしまうか、若い人でしたらね多分変えてしまうと思うんですけどね、私でしたらこういう工事をいたします。